次も行きます。生きてゆくのも簡単ではない、心強い雲を手ちょっと、はい、どうぞ。どちらなんでしょう。4時過ぎてしまいましたけど、いつものようにミタスラボ始まります。最初に M の CM バナーさんの紹介をさせていただきます。すごい数が増えててびっくりしたんですけど、まずペットの総合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。スカちゃんの癒しタイム様、ありがとうございます。夢チャンネルの松原美里様、ありがとうございます。なんか悪意を感じるんです。松田グリーン様、ありがとうございます。愛を歌う教会人たちのシンガーソングライター、平様、ありがとうございます。ウルトラ車検1万3000静岡さんです。検索してください。身につけるだけで大感アップ、テラスパワー様、ありがとうございます。島田のカルチャールーム、ラミニョン様、ありがとうございます。バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様、ありがとうございます。ドラゴンと共に希望をお届けします、エルピス様、ありがとうございます。こすらないぞセミナー開催決定、ダス様、ありがとうございます。楽しく今学び、ご活躍をプロデュースするカラーセラピーおうちスクール、マホロ様、マホロイロ様、ありがとうございます。最後に地域参加型テレビ掛川テレビ配信開始だそうです。ありがとうございます。今日なんかすごい、みんななんかストレス発散の場みたいになってますけど大丈夫でしょうか。ね、花粉も多いのでね、桜も咲いてもすぐ ね、すごい、ほら絶対遊んでますよね。そうです、私頑張ります。今日頑張っていきたいと思いますが、今日のゲスト様もね、横で座ってらっしゃいます。こちらの方です。自己紹介の方お願いします。はい、八重洲市で、はい、温活専門のサロンをしています。はい、プライベートサロンカマルの村松咲子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はね、村松さんは本当去年ね、出ていただこうかなと思ってこうお話しさせていただいたんですけど、それと同じ時期にあのおめでたが分かって、はい、もうすごい心配 で実はね、ちょっと前にね、入院されてたりとかしてたんですよ。 すごい笑顔で、今日入院しちゃうかもですね。これが原因で、頑張ってみたいな。頑張ります。そうですね、頑張ります。村上さん、どんなねことをされてるのかなっていうのがすごい気になるんですけど、はい、何をされてる方なんでしょうか。温活を専門としてるんですけど、うん、まずホットストーン、こんなんですね、うん、温活って言っても、ね、音じゃなくて温かい、そうですですよね、ぬくとめる方ですね、うん、体を、そうですね、うん、でそうですね、はい、こういうホットストーンっていう石を使って施術をするんですが、あのまず揉み返しがないとか、うん、ただただひたすら気持ちいいっていうのが特徴です。はい、であともう一つが、ハーマリックヒーリングテントっていう、これです、こちらですね、はい、ですね、あのスチームサウナなんですけど、ヨモギ虫とかはちょっと有名なんですけど、ね、はい、ヨモギ虫ってこの首から下で、うん、テルテル坊主みたいな格好するじゃないですか。そうそうそう、はい、じゃなくてもう全身バッて入ってもらって、ほんと頭のてっぺんからつま先まで全部こういったハーブを煮出した蒸気で、蒸気浴をしてもらうっていうのなんですけど、自分だけのサウナルームみたいな感じですよね。あ、そうです、もう完全個室っていうか、もう誰の目も気にしないでひたすらもう自分の好きな格好をして入ってもらえるっていう、すごいですよね。でもさ、これってどのぐらい入るんですか。長い人だと30分以上もう寝れるっていう方が結構います。あ、そうなんですね。あの横になりたいっていう方が何人かいたんですけど、座るとこですよ、ね、何にしても狭いので横にはなれませんって言って、そう、あの座っていただいてるんですけど、結構あの香りがいろいろありまして、うん、はい、香りで選んでもらって、こんな感じのものですね。そうですね、うん、はい、そうなんです。なんかちょっと香りをお届けできないのがちょっと残念ですけど、ね、ちょっとね、青いでもねいかないの で、ね、これってこの自分で香りは選べるってことですか。そうです、最初に来てもらって、あ、すごい、でも香りを選んでもらって今日入るやつを決めてもらうんですけど、ちょっとなんか、うん、チャレンジして嫌いだけど入っ
これ入ってみようかなと思って入ると結構香りに酔ってしまったりとか、もうなんかそうやっぱ香りで選んでいただくっていうのはもう絶対、これアロマみたいに自分がこう好みな、うん、匂いを嗅いでっていうことなんでしょうね、うん、そうでもホットストーンなんですけどね、うん、私あんまりあのいろんな、ね、エッセのこうお店とかも行くんですけど、はい、あのホットストーン見たことがなかったんで、あ、そうなんですね、はい、初めてね村松さんは実は私体験でさせていただいたんですけど、うん、すごいねこうコリがだんだん溶けていく感じ、そうあのさっきもお話ししたんですけど、うん、ラードをイメージしてもらうとすごいわかるんですけど、うん、冷たい状態冷蔵庫に入ってるとラードって硬いじゃないですか、あれがあのフライパンとかで温めるとちょっと柔らかくなってくるのと同じで、温めながらほぐすとほぐれるのも早いですし、あの老廃物がすごい流れやすくなるので血行も良くなるし代謝も上がるし、うんね、今日ね、みんな目の前ね、男性だけなんでね、すごい。すごいばっかってもらえないかなと思いながら。そうそう。女性専用なんですか？あの、男性も一応やるんですけど。でも、選びますって。多少です。選びます。ここからこっちが選ぶそうなんはい。そうなんですよね。すごいね、あったかい、暑いのかなと思ったんですけど、ほんわかあったかくって、うん、あの幹部にっていうかね、コリに当ててもらうと本当にジワーっていう、そうなんですね、なんかもう本当上半身だけで1時間やってほしいっていう方とか、あでも分かりますそれ、はい、もう背中だけを1時間とか首と肩だけを1時間っていう方が結構いましたね、うん、冬場とか特に、でもね本当それ分かる、私はねあの冬ではなくてそんなあの暑い時期でもなかったんですけどね、うん、でもそのね暖かさって感じで暑いとは全然そうですね思わないものなんですよね、うん、これってそうなぜねでもこういうことを始めたんですか、あのもともと私がものすごい冷え性で体温が35度台だったんですね、で、あのこの仕事を始める前にもう職業の選択肢がないところにずっといたんです、ああ勤めてたところからですね、はいはい、あのそれこそ父が会社をやっててずっとそこで生きていくと思っていたんですけど、まあちょっとラッキーなことにそこから抜け出すことができて自分で仕事が脱獄のように言ってますけど自分で仕事が選べる環境にやっと慣れて、でもその時ちょうど体調を崩したりとか、まあ、過去にちょっと不妊があったりとかいろいろありまして、そうなんですか、そうなんです、ストレスだらけで、もうなんか顔色悪いし何やってもやる気は起きないしでもうボロボロだったんですけど、見えないですよね、そうなんです、今ね妊娠7ヶ月でまた仕事してるっていうねもう9ヶ月ぐらいまでできればやりたいなと思ってて、お子さんで今2歳、そうです2歳の女の子がいるんですけど、うん、バリバリお仕事 ね、されてるんで、そういう時期があったとはちょっと思えないんですけど、 それでこういうのに出会って体を温めると、うん、やっぱストレスって寒いとそれだけでストレスじゃないですか、うん、はい、だけど温めることでなんかもう細かいこととか気にならなくなってきたんですね、すごい変わったってことですよね、そうなんですものすごいひどかったってことですか、大丈夫でしょうか、もう毎日ちょっと今すごい心配になっちゃったけど毎日ピリ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 してたんですけどイライラしてもう下打ち1日何回するんだろうっていうぐらいガチャガチャガチャカウントしてみたいな、そうです、見えないんですけど、ね、それがもう今もうあんまり細かいこと多少ありますけど全然そう細かいこと気にならなくなったんで、うんうん、やっぱ温めるっていうのは心も温かくなるから緩むなと思って、確かにそうですよね、うん、あの寒いだけで肩こうグッと上がって力が入るから、ね、そうそう変なところに力が入ってなんか肩すごい凝るって、冬だとはね、うん、凝るって方が多いと思うんですけど、そういうのがないので、うん、やっぱ温めるっていいなと思って、でもうどうせだったら温かい気持ちいいを追求しようみたいな、私なんかだったら、うん、あったかいとのいいなと思ったらどこに行こうって考えて自分ではやるタイプではないんですけど、うん、そこ何かあったんですか、なんかやっぱやられて気持ちよかったんで人にもやってあげたいっていう、私やられて気持ちよかったらやられてのままでいいですけど、そうなんですね、これって、うん、あのお勉強に、はい、資格を取られたってことですか、そうですね、2年ぐらいエステの学校に通っていろいろとあれをやりこれをやり、あ、
して、でその中での選択でここに今たどり着いたっていう感じですね。すごいですね。でもそれっておいくつぐらいの時だったんですか？ね、32ですね。でも何かをね始める時って年齢もちろん関係がないし、うん、興味のあることだったら強いじゃないですか、うん、人間って。そうですね、うん、なんかそれこそ周りにいた方も結構年齢層が幅広くて、20代から40代とか50代くらいの方も周りに一緒に通ってた方でいらっしゃったので、私は本当真ん中くらいですね。そうですよね、うん、でもねこれを始めてこう いろんなお客さんがいらっしゃると思うんですけど、はい、こんなお客さんいたよとかっていうのはなんかあります？すごい凝ってたんだけどとか、鉄板仕込んできましたっていう背中背中に鉄板があるような人がいたんですね。もう何やってもダメでしたっていう方が結構いたりとか、もう最後の砦なんでしょうね、そういう方。もうその方はもう本当に体温が感じられないぐらい冷たくて、そういう人いるんですね。いましたね。でもうやっぱ女性なので生理があるじゃないですか、はい、生理ももう30代後半で終わってしまったっていう方が、でやっぱお話聞いてるとストレスがやっぱすごくて、ダイエットとストレスってすごいね、良くないんですよね、うん、とか、あと92歳のおばあちゃんが私もその言い方がなんかちょっとためらってたらしいんですけど、行くのですか？そうです、うん、でもシワ伸びるかしらみたいな感じで来てくれて可愛いですけど。でもその鉄板のようだった人はどうなったんですか？うん、肩甲骨が全く見えなかったんですけど、今肩甲骨が現れて、だいぶ久しぶりですみたいな。そうです、あ、こんなに腕上がるんだみたいな感じ。あ、やっぱり上がらなかった。鉄板だと上がらないんですか？うん、もうガチガチに固まっちゃってるので、それこそこの石をいっぱいこうペタ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 って張ったような背中だったんで、かなり硬いですよ。めちゃめちゃ硬かったです。甲羅みたいな感じで、亀みたいになっちゃうんですか？伸びをしてくださいって言われても、はい、上まで手が上がらなかったんですよ。こういう、あれ全然上がらなかったです。へー、もうなんかこのぐらい。でやっぱずっと五十肩で治療にも行ったけど、なんかもう全然上がらない。揉み返しが来てもう辛いだけで行くのやめちゃった。マッサージだとピンポイントでこうつぼをしたりとかするから揉み返し、うん、そうすごいんですよね。あ、そうなんですね。そうなんです。でも揉み返しないですよね。ないですね。それはやっぱ温めるのと、うん、あとリンパの流れも良くするので、老廃物をきちんと流して外に出してくれるっていう効果があるので、終わった後トイレに駆け込む方も結構いらっしゃいますね、はい、もうすぐ出すみたいな。溜まったら出すみたいな。 でもね形が本当にいろいろな形がこうあるので、いろんな場所にこう使えるっていうのはよくわかるじゃないですか。こうなんかこれってグイグイしてるだろうなみたいな、うん、これってすごいなんかちょっと痛そうな感じが。これでもこれどうやって使うんですか？こうグリグリって、こっちの面、この丸い方は滑らせるので使ったりとか、うん、はい、あとこの縁ですね、縁は骨の際とかをやったり、こういう感じで。そうです、そうです。で尖ってる方はツボ押し。尖ってる方も使うんですか？使います、全部使います。すごいなんか効きそうな感じがしますけど、うん、めちゃくちゃ効きますでしょうね、うん、でこれね今触ってるのはあったかくないんですけど、うん、これが熱いじゃなくてあったかいっていう感じじゃないですか、うん、だからこう本当にコリがねラードじゃないですけど溶けていく感じ、うんうん、すごいしたんですよ私はね、うん、夜すごいよく寝れたんです。あ、よかったです。本当ですよ。その後ね行こうかなと思ったけど、妊娠されたから本当に仕事やられてないんだろうなと思って、さっき聞いたらやってますよって言われたので、はい、すごいびっくりしてるんですけど。それこそこの間の入院の前日もやってました。そうなんですよね。そうなんです。で、すごいね、村松さんのフェイスブックめちゃめちゃ面白いんですね、皆さん本当にねお名前をこう検索していただければ分かるんですけど、見た方がいいです。落ち込んでる時に見るとすごい面白い。そうですね、おばあちゃんがね、そう、なかなか、村松さんも面白いんですけど、おばあちゃんすごいね、インパクトがあるというか、なんかそうですね、
言葉を変えればはちゃめちゃのおばあちゃんみたいなところがあって、ね、あのねすっごい面白かったのが2歳の、ね、娘さんを預けた時にね、うん、おばあちゃんが絵本を見せてあげたらしいんですけど、あテレビですね、そうそう、こうゆりかごにねちょうど赤ちゃんが寝てるのをすごい可愛いあのリスがこう覗き込んでたんですよ、あ赤ちゃんがいるって感じだったっていう、うん、その絵だったんですけど、コメントがすごかったですよね。そうですね、あのリスさんが赤ちゃん食べに来たよって2歳の娘に言ってたのを普通言わないと思うし、その思いつくのがねあんまりそこ発想として出ないんですけど、うん、なんか多分ねすごい優しい口調で言ったとは思うんですけど、リスさんがね赤ちゃん食べに来たんだよって言います。2歳だからまだちょっと理解できなかったんですけど、もう周りはびっくりですよね。ね、そういう感じですごいね変なことって言っちゃおかしいんですけど、なんかねツボをこうちゃんと、あ、うん、こんな感じでツボをしてるんだなって感じがあるんですけど、人のツボをこうちゃんとついてくれ るんですけど、それだけじゃなくって、うん、要所要所にね、なんかね信じられないコメントが結構あの記事が私にもあるんですよ。そうですかね、はい、すごいすごい普通のことだったんですけど、すごい笑顔で今入院中みたいなね、大丈夫っていう、私は本当にあのメッセージを送ろうと思ったんですけど、一応ね遠慮したんですよ。でも至って本人すごい元気だし、内容もすごい面白いことを書いてるので、あ元気なんだとは思ったんですけど、動かないのにあの産んだお母さんと同じご飯がバンバン出てくるっていう、すっごい豪華なんですよそのご飯が。その後の体重測ってくださいっていつ言われるかなと思ってドキ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 しながら、私本当にねどっかのホテルで宿泊長期宿泊してるんじゃないかっていう、そうなんです、ご飯美味しいところでうちから一番近いところで選んだんですよ。あれ絶対ご飯で選んだと思ったんですよ私。間違いないです、美味しかったですもんすごいんですよ。だからね妊婦さんらしくない妊婦さんだし、うん、あのもう休んでもいいよねっていうお仕事をしていらっしゃるのに全然休まないし、さっき聞いたら1ヶ月はね安心しようと思ってますって、うん、じゃあ半年ぐらいはね様子見た方がいいんじゃないかというふうに思ったんですけど、うん、多分ねじっとしていられない方なので、そうですね、やれることをこのテントとかねやれることをやってかられるんじゃないかなと思ってはいるんですけど ね、なので皆さんね遠慮なくね行かれてもいいと思うんですけど、開いてますかって言っていただければ、開けますって実際にねやりませんってことは言わないとは思う方なので、はい、言っていただければと思うんですけど、はい、あのこんなねあのいろんなことをされているんですけど、はい、ホットストーンを用いてのこのお仕事されてどんなことが良かったとかあります？もしね今ねエッセイの世界に入ろうかなと思う方もいらっしゃって、うん、見てらっしゃるかもしれませんし、何か始めたいけどそうだな、うん、いいなこの温活っていいなとか思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うのでね、うん、ちょっとそういう方たちにアドバイスがあればいいなと思うんですけど、エステって言っちゃうとちょっと敷居が高いというか、はい、あのよく来てくださった方が、はい、こんなおばさんが行ってるって思われるのが恥ずかしいっていう方がいるんですね。50代60代とかになってしまうと。だけどあのもう一回来ると娘みたいな感じで、うん、あはいはいはい、なんか本当今日やってるみたいな感じで居酒屋じゃないんだから娘預けるんでちょっと待っててくださいみたいな、あそのちょっとスケジュール調整を今させてもらってるんですけど、あの整体とかいてちょっと痛い思いをしてきた方とか、うん、もうちょっと凝りちゃった方には一回やってみてみたいな感じですね。で、うん、ちょっと興味を持ったら、うん、あの自分のこと甘やかすのって自分しかできないじゃないですか。なんかちょっと今名言でしたね。ですよね。ちょっとドヤ顔でしたよね今私の目が、ね、はい、あの人がどんなに甘やかしてくれても、うん、多分自分の欲求って満たされないと思うんですよ。絶対です。ちょっと足りないみたいな、うん、そうそう。だけど自分だけが自分のツボを分かってるから、あのそういうエステとかこういう自分に対して気持ちいいことをしてあげるっていうのは悪いことではないし、逆にこれで健康になってストレスが減るんであれば、うん、やった方がいいじゃないですか。ドカ食いすると絶対胃に来るし例えが辛いだけじゃないですか。体重増えるし、そうそうそう、いいことない、そうですよね、いいことない、うん、寝つき悪くなるし、うん、だったらその次の日にああよかったなって思えることに時間とお金を費やしてもらいたいなと思って、
本当にね、自分をね、うん、満たすことができるのは自分しかなくて、うん、本当にツボが分かるのも自分しかないですし、うん、動くのも自分しかいないですし、うん、誰かにね連れてってもらうっていう考えでいると結構違うとこ連れてかれるんですよね。そうなんですよ。なんかちょっと気軽に行けるもみほぐし屋さんとか行って、うん、逆になんかちょっとしんどい思いして帰ってきたっていう方が結構いて、ありますね、ありますね、うん、そうそう、なんかあそこに行った時間何だったんだろうって言って、うん、またうちに来られる方もいるので、うん、一度 ね、 そうですね、体験すると良さが分かりますし、うん、私本当に、うん、寝つきはねいつも悪い方ではなかったんですけど、うん、本当にお伺いしたあたりはすごい忙しくって、うんうんうん、なんか自分の体なんだけど自分の体じゃないし、うん、本当にねドカ食いしたら絶対次の日後悔するの分かってるのでものすごい我慢をして、それが逆にストレスになってって、うん、ずっとなんか負のスパイラルに入り込んじゃって、ありますね、行き道どうしよう誰か、ね、助けてっていう状態で村松さんのところに行ったら、うん、その日本当夜ぐっすり、それもねこう寝たというよりも落ちた、うん、あ、寝落ち、ね、寝落ちをした感じなんですよ。そのなんか寝落ちって子供が小さい時に、うん、洗い物しなきゃいけないのに子供と寝たら寝ちゃったみたいな、そうそう、あんな感じで朝すごい気持ちよく起きれたんですよ、うん、で何かをし忘れてるわけではなかったので後悔することもなく、うんうん、で気持ちよく体が起きてるっていうのが朝になるとね本当に次の日わかりますよね、うんうん、その時は暖かくて気持ちよくてなんかこれがほぐれた感じがするだったんですけど、うん、次の日の朝は全然違ったので、うん、一度ね本当に皆さんね行っていただいて、うん、これでなんかグリグリとゴリゴリとやっていただける、これもすごい気持ちいいです。形がちょっと怖いんですけどね、なんかこうやって持たれそうな刺さりそうなんですけど、そうそうそう気がしますけど体にすごいフィットして気持ちいいです。で施術していただいている時にはちゃんと声をかけてくださって、うん、大丈夫ですかとか、はい、ここは大丈夫ですか、いいですかとか、暑くないですかとか言ってくださるので、うん、暑かったら暑いよって言えばいいですし、です、ね、全然私ね暑いっていう感覚がなくて、うん、今溶けてますっていうコリが溶けてますっていう感覚だったので、うん、皆さんもね一度ね体験された方がいいと思います、うん、今ねまだねお仕事されていらっしゃいますのでね、はい、連絡していただければいいですし、フェイスブックの方でねお名前で、そうですね、こう何話を聞いていただければいいと思いますし、はい、私こんな状態だけどいいでしょうかとか、はい、っていうのもねの問い合わせも普通にしていただければ、そうですね、バンバンしていただければ、はい、できる限り対応はしていきます、はい、とにかくね、フェイスブック見た方がいいですよ。落ち込んだ時とか辛い時、体が辛いなと思った時も心が軽くなるというか、そうですね、そういう表現っていうのがね、うん、私多々あって、そうなんですか、はい、夜見ます、疲れた時ね夜見させてもらってますので、いろいろと癒しを提供ということで、そうそうそう、ね、体だけじゃなくて心の癒しもバッチリな方なので、はい、ぜひねフェイスブックでお名前の方、はい、村松咲子さんでやって、はい、見ていただければ分かると思いますのでね、はい、最後に何か一言あるようでしたら、そうですね、ちょっと7月に出産なので、ね、前後7月頭ですね、はい、前後1ヶ月はお休みするかなと、1ヶ月ずつ、いやトータル1ヶ月、トータルぐらいにしようかな、もうちょっと取ろうねみたいなと思ってるので、うん、まあ、そこだけはちょっとお休みをいただく形なんですけど、はい、うん、それ以外はもう普通に、はい、60分ぐらいだったら全然やるので、はい、まずは、うん、まずはやってみたいっていう方、そうです、あまりねこう、うん、見たことがなかったので、うん、ストーンはなのであまりこっちこの辺とかないと思うので、そう聞いたことがないんですよ私、うん、なのでね痛いとかもないですし辛いももちろんないですし、うん、ほんわかっていう感じかな、そうですね、私はそういう感じだったので、ね、もうひたすら緩むゆるゆるになるっていう、村松さんと会うだけでも緩みますので十分だと思いますが、はい、心も体も緩んでください、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。元気な赤ちゃんを産んでください、はい、頑張ります、頑張ります。続いての番組なんですけど、モーリーさん今日はいらっしゃいますよね。いらっしゃいます。前回ねいらっしゃらなかったんです。なんで番組始まってもいらっしゃらなくて、ゲストさんが MC をやられてたっていうね、はい、そうなんです。今日はなんかね、シダのミュージカル実行委員会の皆様が外にいらっしゃってますので、時期に入ってこられると思いますので、なんかボソボソ皆さん今日言ってますけどすごい喋ってますよね。はい、普通です、これが、はい、みたいな。ありがとうございました。ありがとうございました。モーリーさんお願いします。
え？絶対パシャって言った絶対声と違うじゃん絶対タイミング狂うじゃん緊張した嘘でしょなんか変な汗いっぱいかきましたもんね汗かかれてたからあライトが当たるかなと思ったそれもあるんですけど私全然書いてないけど大丈夫かなって思っちゃうモリス一生懸命打ち合わせを。